皆さんこんにちは、ミキーです。はい、今私は桜新町に来ています。今日は桜神宮に河津桜を見に行こうと思います。それでは Here we go。まだね、朝ごはんを食べていないので、まずは朝ごはんを食べに行きます。はい、着きました。小川コーヒーラボストリーです。コーヒーのね、種類がもうめちゃくちゃ多くて、コーヒー好きにはたまらないお店だと思います。で、飲み方もいろいろな飲み方を選択することができます。じゃーん、モーニングセットです。パンのトッピングがいろいろ選べるんですけど、私はオグラとマスカルポーネを選択しました。いただきます。まずはちょっとコーヒーからいただきます。おいしい。いや、おいしい。このお店はバリスタさんがたくさんいて、結構ね、私の好みを聞いてコーヒーを選んでくれたんですよ。めちゃくちゃおいしい。これだったら私も毎日コーヒー飲めるな。では次はこのトーストをいただきたいと思います。おお、なんかバターの上に塩が乗ってる。ではマスカルポーネ、私初めてかもパンにマスカルポーネ塗るの。マスカルポーネってなんだ。めっちゃ美味しい。マスカルポーネなんか生クリームみたい。じゃあここにね、あんこを合わせます。最高。このあんこは甘すぎなくて、でこのマスカルポーネが結構甘いので、こう2つ合わせるとすごい美味しい。じゃーん、全部塗りました。なんかバターの上にちょっとだけ塩がかかってたんですけど、その塩がね、たまにアクセントでね、ズンってきて、それがめちゃくちゃ美味しい。甘い甘い、しょっぱいみたいな感じ。で、何よりこの空間が素敵。めちゃくちゃ居心地いいです。もうずっとここにいたくなっちゃうんですけど、今日の目的は河津桜を見ることなので、行きましょう。 GO！ はい、着きました。桜神宮です。うわー、これはすごい。桜自体は3本しかないのかな。でも1本ずつのボリュームがすごくて、めちゃくちゃね、迫力があります。で、この神社とのね、コラボレーションもすごいいいですよね。わー、おみくじを結ぶところが桜だ、かわいい。そして絵馬も桜柄です。この桜は河津桜っていう品種の桜で、早咲きの桜です。だいたい2月の中旬から下旬頃に
見ごろを迎えます。多分皆さんがね想像している桜っていうのはソメイヨシノっていう品種の桜です。まあ、日本の 80% がこのソメイヨシノって呼ばれる桜なんですけど、ソメイヨシノはだいたい3月の下旬から4月の初めに見ごろを迎えます。なのでまだ先ですね。もし皆さんが春に桜をね見に来てソメイヨシノの満開の時期とずれちゃったってなっても心配しないでください。日本には実は300種類以上の桜の木があるので、まあ、何かしらのね品種の桜は咲いてますまあただねやっぱりソメイヨシノが咲く時期に来るのが一番おすすめです。もう街中桜だらけで本当に少し歩くだけでも桜に出会えますちなみに私の左手に咲いているお花は梅の花です。なんかこの梅の木すごく背が高くて立派ですねやばい、私なんか桜に見とれすぎてお参りするの忘れてました。ちょっとお参りしてきますあーもう桜が綺麗すぎてちょっと長いしすぎちゃったんですけど、桜新町に人気のおはぎ屋さんがあるので今からお買いに行こうと思います。それでは、はい、着きました。竹のとおはぎです。イエーイ、おはぎゲットしましたこのおはぎは美味しいお茶と一緒に食べたいので一旦家に帰ろうと思います。それではこう、はい、家に帰ってきました。それでは早速おはぎいただきたいと思います。オープン。かわいい、めっちゃかわいい。じゃーん、これがつぶあん。つぶあんっていうのはお豆の形状が残ったあんこのことです。でその上がこしあん。こしあんは、まあ、お豆の形状とかあと皮が完全に取り除かれたあんこです。私はね粒あんの方が好き。その隣がこれが紫芋と黒ごまときな粉のおはぎ、美味しそう。でその下がザクロとあとココナッツ、初めて見る。美味しいのかな。でその下がよもぎと抹茶。でそのお隣にあるかわいいおはぎがミモザをイメージしたおはぎ。味はオレンジのシャンパンに。で最後が梅のおはぎです。梅のおはぎめっちゃかわいいな。どうしよう、何食べようかめっちゃ迷う。何食べたいですか。どうしようかな。ミモザ、かわいい。食べるのもったいない。いただきます。オレンジの爽やかな香りがふわーっと口の中に広がる。めっちゃ美味しい。もう一個食べよう。何がいいかな。このココナッツがねすごい気になる。ココナッツいってみよう。このココナッツとクランベリーを和菓子に使ってるの初めて見る。なんかこんな感じです。もち米の周りに白あんとあとクランベリーとココナッツなんかちょっと今発音変だったココナッツがまぶされてます。いただきます。
そういや私ココナッツあんまり好きじゃなかった。ちなみに今日飲んでいるお茶はこれです。健常加賀棒茶。これねほうじ茶なんですけど、茶の茎の部分をね使っていて、こんな感じ見えるかな、すごい旨味と香ばしさのバランスがいいのでめちゃくちゃ美味しいです。しかもこれスーパーで買えるんですよ。なのでお土産とかにもすごくおすすめです。これ確かね800円ぐらいだったかな。じゃあ最後にもう一個だけ食べていいですか。じゃあ梅いただきます。待って、なんか入ってるんだけど、なにこれ、サクって言った、ちょっと待って、パプリカだこれ、パプリカの匂いがする。これもち米の上に、これ見えるかな、パプリカが乗ってる、でその上にあんこ、美味しい、パプリカ美味しい、パプリカめっちゃ合う、なんかまあおはぎって甘いんですけど、そこにパプリカのほろ苦さっていうのかなが加わって、それがアクセントになってすっごく美味しい。あとなんかこのシャキシャキ感もすごい面白いです、食べてて、衝撃。美味しかった、ごちそうさまです。で今はコロナの影響でこの7個セットか、あとは粒あんとこしあんの2個セットのみの販売だったんですけど、普段は1つからでも購入することができるので、皆さんもねぜひ行ってみてください。それでは皆様の一日も素敵な一日になりますように。バイバーイ。